こんにちは、若松宗男チャンネルでございます。今日は、月曜ですけど、振り替休日ですかね。いやー、なんか台風の影響で風が強いですね。今、午後の2時半くらいでございます。午前中からなんとなくいろいろと片付けたり、普段できないようなことをちまちまやったりしております。そんなことで YouTube も今日はこの時間に、お送りいたします。やっぱりこう、年を重ねてきますとね、体調だね。やっぱり日々のこの体調をやっぱりこう維持するっていうのはなかなか大変だね。本当に何ていうの、こう若いうちはね、少々体調悪くてもなんかエネルギーがあるからね、こう吹きちゃうんだよね。でもやっぱりね、こう年になってくるとね、吹きれないのよ。だから吹きれないからね、どうするかっていうことをそこで考えなくちゃならないですね。だからやっぱりこう吹きれない部分だけいろいろと工夫しなくちゃならないね。だから私は何度も言ってますけど、一つは呼吸法ですね。それから血管マッサージ、特に血管マッサージはねずっと続けてやっておりますので、おかげさんでね、こうやっぱりこう全体的にはなんかあんまり調子悪いって感じはないですけれども、一番こう大事っていうのが重要なのはやっぱり呼吸法だな。いろいろと やってみてね。ただやっぱりあれですよ、この2分とか3分とか5分とかね、それはそれでね、ちょこちょこ毎日続けてやればいいと思うんですけれども、やっぱりこうね、5分とか、10分くらいではなかなかね、一種こう呼吸法やるんだけども、だんだんこうね息は深くなるんですけれども、やっぱりずっとねこれ 2,30 分くらい やってるとね、なんていうのかな、本当に呼吸が深く楽になるんだよね。ほんで楽になるとね、やっぱり体全体が楽になるから、やはりなんていうの、こう気分が落ち着くね。やっぱりこう気分が落ち着くとね、なんかこうどっしり感が出てくるから、自然の一つの法則に近くなるのかなと思ったりしております。で最近ねちょっとこう目にしたんですけれども、このあとは姿勢ですね。こう健康でねいるためには、その姿勢をねやっぱりこう良くしなくちゃならないっていうんですかね。なんていうんですか、こうねこう背骨っていうんですかね、こうずっと、なんていうんですか、この骨盤から首の方までこう積み重なってるわけですよね。だからこれがねやっぱりこう姿勢良くすれば体に負担がかかんないわけですから、やっぱりこう体に負担がかかんないというこの姿勢の良さっていうのは、だからもともと人間がねこうの歴史の中でね、やっぱりこう自然にこう積み上げてきた一つの形なんだろうね。だから姿勢がいいっていうことがやっぱりこうね、もともと人間が持ってるこうあんまり体に負担がかかんない、そういう一つのこうやっぱり科学的な根拠があるんだと思うんですよね。だからできるだけね、私も姿勢を良くするように、歩いてる時とか電車に乗ってる時とか普段の時もね、できるだけ、そういうふうに、
姿勢をできるだけ良くするように心がけたりしておりますけれども、まあいろいろと年を重ねてくるとね、体調をとにかく、保つのは、工夫しないとなかなか大変でございます。やはり体調が良くないとね、やっぱりこう仕事がね、やっぱり面白くないよね。やっぱり仕事がやっぱり面白いってことはね、これまあ生きがいだよね。それでやっぱりいろんなね、こうまあね、家族とか周りの人とかいろいろと一緒にやってる方とやっぱりこう協力し合いながら、やっぱりこう自分だけでね勝手にやってたんじゃダメだからね、やっぱりこうみんなとこう支え合いながらね、やっていくためにもやっぱり体調っていうのは非常に大事だなと思って、まあ今日ブラッド今日休みなんですけれども、なんか休みであるがために、こんな時間に、YouTube を撮っております。まあできる限り、いろいろと今後ももちろん睡眠とか食べ物とか、他もいろいろありますけれども、そういうことをよくいろんな方から学びながら、日々充実した時間を過ごしていければ嬉しく思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。